日本関東地方神奈川県川崎市川崎区、日清町日清町は神奈川県川崎市川崎区の町名である。住居表示は実施されておらず、町名は設けられていない。面積は296,654.7平方メートルで、郵便番号は210の 0024? 川崎区の北西部に位置し、県道川崎町田線の北東側では、 川崎駅東口の駅前広場南側の JR 東海道本線と京急本線に挟まれた一角県道の南西では JR の線路から国道15号の間に長域を持つ北西は JR の線路を挟み航空に接する駅前広場に面し川崎日光ホテルと大型商業施設川崎ルフロンが立つ川崎ルフロンは 1988年のオープン当初は、丸井と西部百貨店を各テナントとしていたが、西部百貨店は2003年に撤退し、2004年からはヨドバシカメラと専門店街が入居した。川崎ルフロンに隣接して、オフィスビルのキューブ川崎と、高和川崎東口ビルが建つ。両ビルは、日本 IBM が拠点を置いていた。高河川崎東口ビルの中層部は、 ピロテ構造で、駅前広場から、住宅団地、サンスクエア、川崎まで、車道と、平面交差しない歩行者道線を構成する。キューブ川崎、高和川崎東口ビルと県道の間は、UR 賃貸住宅、サンスクエア川崎、大田総合病院、川崎農学堂があり、JR の線路沿いに、リコモ、川崎ビルが建つ。県道の西側は、 旧み根地区を中心に簡易宿所が軒を連ねていた。京浜急行の高架橋が上、並木公園を斜めに横断し、その南方に旧東海道が通る。江戸時代前期の廃人、松尾芭蕉は1694年5月に江戸深川から伊賀国に旅立った際、川崎塾で門人らと別れた。その時に読んだ麦の穂を頼りにつかむ別れかののく日が残る。 旧東海道と国道15号の間には川崎市立川崎小学校があり、旧東海道沿いの八丁縄定期近くには2003年に南町から川崎警察署が移転してきた。1964年に土地区画整理事業に合わせ、川崎シスナゴ、古川通、筒峰、上並木、池田町、新宿、三染の一部から設立された。町名は、 この地が日清月歩発展することを願って付けられた。2015年5月17日、簡易宿所吉野から出火。死者11人を出す被害となった。火災後、町内から簡易宿泊施設及び施設を利用していた、高齢の生活保護受給者が減少し、街並みに変化が生じた。上記の火災に象徴されるように、かつては日雇い労働者が多く集まる地区であった。 近年では、川崎市中心部に近い立地条件を生かして、川崎市が簡易宿泊施設に外国人観光客を呼び込んだり、地元企業が古いビルをオフィスやスポーツ、飲食などのための複合施設、ウニコにリノベーションしたりするなどの動きが見られる。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。